七人の小人のマイントレインは世界のディズニーパークにあるアトラクション。ウォルト・ディズニーが制作し、1937年に公開された映画、白雪姫における映画の中の七人の小人らが鉱石の採掘をするシーンをモチーフとしたローラーコースターのアトラクション。ライドが左右に揺れる。また、映画に登場する七人の小人がオーディオアニマトロニクスによって再現され、 屋内のシーンでは、コビトたちがダイヤモンドを採掘している行動の中を、トロッコ型のライドに乗って通り抜けることができる。子供連れ及び3世代で乗ることも想定して作られているため、ディズニーパークのローラーコースターの中では、比較的スピードが少なく、身長制限などは存在していない。2010年に始まった新ファンタジーランドの一環として、2014年にオープンした。 マジックキングダム内で、旧ラインには、訪れたゲストが楽しめるミニゲームや仕掛けが、設置されている。また、アトラクションの最初の巻き上げの際に右側に見える、クレーンの上にいる2羽の鳥と、折り場の直前に見える小人の家の中にいる、白雪姫たちの人形はもともと前に存在した、白雪姫の恐ろしい冒険のアトラクションで実際に、使われていたものである。 上海ディズニーランドのオープンと同時にオープンした。ありがとうございます。